ザ・マペッツにワールドツアーは2014年のアメリカ合衆国のコメディ映画、映画マペットシリーズの8作目である。前作ザ・マペッツの終了直後、続編の映画を作ろうと決めたマペッツはドミニク・バジーの提案によりヨーロッパでツアーを行うことになる。そしてマペッツがツアーを始めた頃、シベリアの刑務所から見た目がカーミットにそっくりな極悪人。 コンスタンティンが逃亡する。実は、コンスタンティンと裏で組んでいたドミニクは、イギリス王室の宝を盗む計画に、マペッツを利用しようとしていたのだった。彼らの計画通り、ベルリンでマペッツのショーを開催している最中に、宝の手がかりとなる品が盗み出され、インターポールと CIA が共同して、調査に乗り出す。そんな中、コンスタンティンは、カーミットに接触し、彼を、 自身の身代わりに用いて、カーアミットを刑務所に送ることに成功する。他にも、デクスター・フレッチャー、ブリジット・メンドラー、デビー・ライアン、ピーター・セラフィノイス、ジェイク・ショート、ティレル・ジャクソン・ウィリアムズの出演シーンも撮影されて、いたが、最終的にカットされた。ありがとうございます。